お疲れ様です。どこで配信してるんですか？どこでしょう？今日はね、ちょっといつもと角度も違うし、場所も違う。一星ありがとう。ん？ハートありがとう。マザイロありがとう。コワ君ありがとう。嬉しいかよ。ビミタルもありがとう。タロありがとう。ユウスケありがとう。シャーありがとう。ミッキー。ミッキーみたい。それ悪口。うん。そう、まつげ上げてるよ。いつも。なんか音聞こえる？そう。あ、これで耳に顔かと思った。顔が見てる。明日なんか司会大丈夫ですもん。なんで？泣いてるみたい。いや、ちょっと泣いちゃった。泣いてる。涙がね。そう、びっくりしたんだけど、さっきが、卒業っていう、びっくりしちゃって、ちょっと泣いちゃったんだけど。そう、泣いちゃって、ちょっと本当に、あいみ本当に知らなくて、知らなくて、全然何もね、聞いてなかったから、驚いてびっくりした。そう。ペル、ありがとう、ありがとう。そう、でも、なんかいろいろね、やっぱ話したり、悩みをお互い言ったりしてたから、いろいろ聞いてね、いろいろ話してたからさ、まあさっきには、まあさっきの、ね、さっきはやっぱ、さっきが、さっきが、ね、さっき応援します。応援する。なんか何を、ね、なんか、まあ、これからするのかわかんないけど、みんなさっき応援します。リッターありがとう、ふたしありがとう。ふたし、はい、ありがとう。そう、バスの中を盛り上げてくれたり、なんかちょっと、なんだろう。こう、全体的に空気が変な時とか、まあそんなもないんだけど、なんか、あんまり盛り上がってない時とかも、さっきのね、才能で盛り上げてくれて。そう、ムードメーカーだったから、本当に。本当に面白くて。そう、あゆみがね、部屋、先の部屋に行ったりもしてたしね、ホテルとかの時。そう。なんか音聞こえる？変？なんか聞こえる？普通に配信してんだけどね。なんだろう？音がしてる？何の音がする？え？何？自分の音。そう、一緒にね。寝たりしてしまう。びっくりしたけど。でもさっきには、ちゃんとね、じりじりしてる。幸せになってほしいし。じじじって言ってる？
声もこもってる？え、なんで？なんかね、さっきちょっとバグってて、スマホが。なんか、ありちゃんに LINE 送ったら、なんか効果音で、ね、ビュンっていうだけなのに、いつもだったら、なんかビュン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 みたいな何回も言って、え、バグってるのかな？でも一回ね、なんか電源落とし、え、そんなに音変なの？一回切った方がいい？一回切ったら、治る？なるかな。充電器してないんだけど、ちょっと一旦切ります。そんなに変なのかな、わかんないけど。一旦パッと切ってまた始めるね。一旦切ります。一旦切ります。配信終了。はい。なんか変な音聞こえる？また違う音聞こえる？逆に違う音が聞こえるの？らない？音が高くなった？水が流れてる？水流してないんだけどな。さらにひどくなった。イヤホンも鳴りますね。シャワー？声が聞こえる？何？何？もう別に、本当に、え、どう？変わった？って場所変わった？誰もいないんだけど、本当に。雨降ってないよ。嘘。ザラザラ言ってる？どうすればいい？めちゃめちゃありがとう。土砂降り？じゃあ、ちょっと一旦また切ってやり直します。そんなに？嘘。ちょっと怖いんだけど、ちょっと待って。イヤホンさしてみるね。なんで？変わりました。治った？イヤホンしたら治った。強いね。嘘。やったー。やったね。やったやったー。やったーね。やったよかった。よかった。なんでやろう。なんでかな。何だったのかな。ちょっと謎だった。そうだね。でもまあそういうね、さっきみたいに突然っていう「ハッチありがとう」のもあるからさ、なんか本当に突然ずっと活動を一緒にできるって思ってたから、ありがとう、のまきもありがとう。そう、もう今残された時間を大切にね、一緒に活動できる日、残された日を楽しく前向きに
過ごすしかないよねって思う。本当に急に来るんだなと思った。別れって本当に、そうだね。両平ありがとう。本当に突然すぎてさ、びっくりしちゃった本当に。ねえ、ラーさんもバズってて、トロありがとう。まあでもいろいろ悩みとか聞いてたからね。ゆかこたんありがとう。きよひろありがとう。帽子かぶってるんだよ。だから本当にもう本当にさ、突然っていうのが結構ね、辛いよね。やっぱり大切にしないと、ずっと毎日一日一日本当に大切にしないと、なんかさ、こういう誰かが卒業みたいな、そういう感じだといつもまあしつこいぐらい言ってるけど、本当に大切にしないと本当にダメだなと思う。メール来た、よかったよかった。白玉はっつちゃんありがとう。今日ね、なんかさっきまでありちゃんおってありちゃんがおって、あの一緒にご飯をね食べてたりしたんだけど、なんかゆみの部屋に泊まり来てって言ったら嫌がられちゃって、こんばんは、まさひろ。ほう。髪のゴム返したよ。そう、嫌がられちゃって、そう。あゆみね、なんでそんな嫌がられるんやろうね。なんかめんどくさいって言われた。めんどくさいって言われちゃった。だから、じゃあリサの部屋来てよみたいな言われてめっちゃ歪めるんだけど。ダン、谷もありがとう。おギャリンありがとう。そう、あゆみめっちゃ歪めるじゃんと思って、で、あゆみちゃんにさっき LINE でコラボ配信、コラボ欄ってコラボ配信しようよって意味なんだけど、コラボ欄って言ったら、なんか既読つかんなと思って、ショールーム開いたら配信しとったし。てかさ、あ、テンパのたけ、ありがとう。まさひろありがとう。なんかさっきまでさ、久しぶりに、めっちゃ久々にちびまる子ちゃんと、サザエさん見よって。無視はされてない？無視はされてない？ショールームしたときね、返事返せなかったっていう。見よった。デミタルもありがとう。佐藤ルン、キヨヒロありがとう。メッツ、柏木まさきありがとう。めっちゃ平和だなと思いながら見てた。本当に。よっこありがとう。バロありがとう。よっこありがとう。ボボありがとう。マセヒロありがとう。なんかさ、昔さ、小さい頃も見てて、その時に、あの、あっちゃんありがとう。なんか、ママにね、サザエさんの家族って、全員、なんか海に関係してる名前なんだよ、みたいな。ほら、魚の名前
なんて言ったらいい、そういう海系の名前じゃん、普通の。例えばマリコとかそういう名前いないじゃん。そうで、その時はすごいって思ったよ その時はね。でも今日見て、サザエさん見てたら、いやこれ普通に気づくと思って今日見てたら普通に、いやマリコはちょっと適当で そう、だって一星ありがとう、これ何？これ何？何これ？なんか、これは何だっけ？熊タワー？これ熊タワーなの？カブトタワー？カブトタワーありがとう。一星カブトタワーありがとうございます。すごい。すごい。今この時期？カブトタワー。期間限定のやつか、これは。ありがとうございます。今日は書けないから、お家の時にちゃんと書くね。ありがとう。一世ありがとう。すごいね。かっこいい。かっこいい。すごい。ありがとう。そう。今日子供の日？違う。デイビッドありがとう。迫っちゃうからか。強そう。タッキーありがとう。一星ありがとう。硬そう、確かに。今日は違うよね。いつだっけ？ 5 月？そう。で、サザエさんを見てて。でもね、気づいたんだけど、イカっていう名前がいないから。イカ子ちゃんで キャラクター、あいにイカ子で出たい。声優デビュー。だっておかしいでしょ、普通にさ、サザエさんとかさ、イクラちゃんとかいたらさ、あれって名前 なるよね。一応かいかこ。よくない？ゆかが何て。ね。いかんす。いないよね、イカって。タコもいない？明日から行けない。嘘。マジ、明日来ないの？いや、ありがとう、一星。ありがとう。ありが、ありが、ありかぶと。たわー。いかこ。ゆうたさん、ありがとう。じゃ、ありがとう。ゆうたさん、ありがとう。仕事休めないの？お仕事頑張って応援してる。よくない？いい格好で、アミが声優デビュー。めっちゃ棒読みみたいな。めっちゃ棒読みっていうね。毎回怒ってるみたいな、聞かれるみたいな。キャラ。よくない？ガミンカだよ。ユッキー、それな。ね。昨日すごい。春フェス楽しかった。はっちゃんありがとう。めっちゃ楽しかった。昨日ね、初めてイヤモニというものをつけて、見つけた、やったー。
春ね、そう、つけて、イヤモニをつけてみたかったのね。だから嬉しい。そう、お疲れ様でした。イヤモニつけて、あゆみあれやりたかった。全然音ちゃんと聞こえてるのに、こう聞こえてないみたいなやつを やりたかったの。昨日やっちゃった。かっこつけて かっこつけちゃうからね。やったよ昨日 なんかかっこよくない？なんか聞こえてるのに、こうなんかこうやってそう、 MC になった時にこうやってやっちゃった。かっこつけたくて いや、かっこつけたくて本当に そう、やりたかった。でもめっちゃ嬉しくて、イヤモニをつけれたのが。やっぱイヤモニをつけなかったら、なんかね、音が遅れて聞こえる。かけーって。イェイ。ね。遅れて聞こえてるから、ダンスがみんなと遅れちゃう。だからちゃんとイヤモニは必要なんだ。ナナさんのイヤモニが黄色、キラキラしてて、かっこよかった。そう そうそうそう、かっこよすぎ。でね、めっちゃ結構走るのがたくさんあったから、ね、いろいろ3つありがとう。緊張しちゃってて、イヤモニもまあ緊張した。つけたかったんだけど、なんかこうイヤホンをしてる状態でライブしてるみたいな感じだったから、ちょっと緊張したし、なんか結構場所移動が激しかったから、それもいっぱいいっぱいで緊張しちゃったから、でもすごい楽しくて、そう、ステージ広かった、そう、広かったからね。ねえ、だから そう、あんな大きなステージで STU 単独で、あよしるしとフィジオカありがとう、セサトルありがとうね。 STU 単独でできるように大きくなりたいなって思った。そう、千穂ちゃんのソロステージにも出させていただいて そう、あゆみたちは、あゆみとおきまいとこうこちゃんで、ずっとずっとの曲サビから出たんです。出すけど で、ですけど 出すってやばい そう。あ、そう、愉快な仲間たち、そう、なんか、リハの時に、石田千穂と、千穂ちゃんが言ってるね、石田千穂と仲間たちでしたって言ってて、仲間ってウケるねーって話になって、みんなで「愉快な仲間たちだね」ってあゆみが言ったら、あ、それいいってなって、そう 愉快な仲間たちってなった あれあゆみが考えた 松之進正弘ありがとう よくない？愉快な仲間たち、そうあゆみが言ったんだよ。そう、採用されて嬉しい 嬉しい嬉しい。そうだった、そう、可愛くていい？ネーミングデイビッド、ありがとう すごいね、楽しかった。千穂ちゃんのね、ソロステージ、千穂ちゃんめっちゃキラキラしてて、輝いてて、本当にアイドル全開で、もうね、あれはファンになる。あれはファンになるなと思った。キャンディーとかね、めっちゃ可愛いよね。どこへ行こうか、キャンディー一つさ、口に入れて、
の空上で転がすのよ。でね、エビバディへ、エビバディさん、どこへ行こうか。ねえ、初見です。はじめまして。倒し投げてた。横で見てて。もうでもなんかテントみたいなところにいたけど、ファンの人も気づかれちゃって途中で。そう。コールしてるしてた。タイガー、バイバーって。そう、みんなで。あっちゃんありがとう。そう、すごいね。本当に楽しかったね。もう本当に楽しかった。本当にもう他のメンバー、あ、他のグループさんのステージとかいきなり結構バレちゃった。なんかそのテントに行くまででバレちゃった。アイマントライブいいね、やりたい。稼ぎの時ありがとう。倒しぶつけそうだった。あら、危ない。でもそういうところも面白いね。でも千穂ちゃんめっちゃ緊張しとった。だけん、大丈夫、可愛いから自信持ってってずっと言ってた。でもあれは緊張するよね。オーラじゃない。ベンチコートと衣装でバレちゃった。あいみん、何背中叩いて、うん、あいみんは背中叩くの力が弱いからコウコちゃんに叩いてもらってた。え、起きちゃうんだっけ。純喜ありがとう。稼ぎみずきありがとう。そう、なんか他のねグループさん、ソロコンいいね、目指そう。他のグループさんのあの何ステージは見えなかったんだけど、なんとなく音で聞こえててすごい可愛いで、衣装もすごい可愛くて、もちろんお顔もすごい可愛くて、あの保養になりましたね。本当に自信、本当に。こんばんは、こんばんは。刺激めっちゃ受けた一日だった。テールありがとう。誰かに会えた。ね、なんかその千穂ちゃんのソロステージのリハしてる時にミルルンさんにとすれ違って、挨拶するじゃん、すれ違ってお疲れ様ですって。なんかその時になんかニコってしてくれて、もうミルルンさんすごい可愛かった。もう目力がすごいし、めっちゃ可愛い。本当に。そう、雨がね、そんなに大雨って感じじゃなくてパラパラとかだったからね、まあ大雨よりはね、すごいならなくてよかったなと思った。大雨には。そう、かわいい。ほんと皆さんかわいい。本当にかわいい。本当になんかね、本当に衣装もかわいくて、フリフリでアイドルって感じの衣装も可愛くて、なんていうあのフリフリなスカート、パニエなんだっけ。稼ぎますきありがとう。ゆうりちゃん、太田ゆりさんには会えてないんだよね、会いたい。まさひろありがとう。稼ぎますきありがとう。あゆみは晴れ女じゃない。あゆみはスチーズに、あースチーズすごい可愛い。可愛いよね。スチーズ。可愛い。名前スチーズ。マイカさんのスチーだよね。可愛い。フリルだっけ。そう、それ可愛い。着てみたい。ああいう衣装。STU は。あの着ないからね、なかなか。たまには違う衣装も着てみたりしたいな。はるありがとう。着たいよ。ねシャムネコっていう歌の曲
曲の衣装とかすごい好み、あゆみ好みの衣装だから、いつか卒業するまでには着ないなって思う。伊勢ありがとう。寒かった。でもいろんな企画があって、で、みたいなのもありがとう。なんかドリンク私はっちゃんありがとうとか、めっちゃ行かず やばい、いいじゃん。トラありがとう。ゲソーズ。小島まこさんと話したこと、小島まこさん、まこさんは話した、なんか結構昔に、なんか何だったっけな、ちょっとトーク的なお仕事があって、その時にお話ししたこととかあるよ。なんか昨日もなんかコイン落としっていうゲームを担当したんだけど、そう ゲソーズ、そう、あのコイン落としめっちゃ難易度高かったんだけど、なんかそのもう、あゆみはそのコイン落としのゲーム終わりですって途中でなって、その時にあゆみの次がまこさんだったからね、何これみたいなことを言ってた。まこさんもすごい可愛い。コイン落としね、本当に難しかったよね。コイントス。行くべきか、行くべきか、ヤッピー。そう、もう本当に皆さん本当に可愛いし、お綺麗。そう、そこで会ったよ。ふふ。ユニット？何のユニット？指ハートください、指ハート。つねいた、ありがとか。9時になりそうだったら、55分になったら教えて、時計見れなくて。うん。あなたのハートください。ユーナ、ナナさんのソロステージも、なんかチラッとしか聞こえなくて、聞きたかった、見たかった、で、ね、出に来た、出たかった でもなんかジョーカーを歌ってたよね。それは聞こえた。笑顔 うん。ねえ、あゆみ不足。なっちゃんも一緒。ねえ、かわいい衣装、ほんとに。なんでもね。かわいい。なみ、ありがとう。いろんな曲。HKT さんの曲とかすごいめっちゃ盛り上がってて。最高回でめっちゃ盛り上げてて、そう、盛り上がってて、指原さんのオリがめっちゃうまい、聞こえてたんだけど。てか今日指原さんの卒業コンサートだよね。今終わったもん。メロンジュいいよね、12秒とか。あゆみたちも12秒はだいぶ前から、前になるかな、してたから、またやりたいね。12秒。まぶしす。終わったの。そう、ココア出てて、昨日ココアと話してて、もう、そう話してて、何の曲するの？みたいな。今君思う。感動わかる。今君を思う。そう、ここは何の曲するのって、なんとなんと何やるんだみたいな、めっちゃ可愛いじゃん、頑張れって言って、振り今教えてよみたいな言って、ちょっと教えてもらった振りがある。
こんばんは。ミルクココア。ココアね、どうだったかな。はっちゃんありがとう。うん、さっしーに一度握手会でメイクしてスマホで撮れた。やば、あれじゃん、さしはなさんのその何スマホのギャラリーアルバムに残るってすごいじゃん。めっちゃいいじゃん。みつありがとう。素敵失敗した。あ、そうなの。あらら、今日は一人部屋だな。そうだね、だから誰か呼ぼっかなと思ってるけどね。なんか、うん、断られる。そう、リップの色ほんとカサカサだよこれ。カサカサなんだけどね。サトルありがとう。あみ、何がダメなんだろうね。なんか変な噂流されてんのかな。そう。なんか本当に今日なんかアリちゃんにめっちゃ強引にエレベーター乗ってて、アリちゃんって、アムラありがとう、来てよみたいな、部屋来てよって言ったら、やだめんどくさいみたいな言われてて、来て来てって言って、そのあゆみの会になったから、降りるよって言ったら、やだって押したのに降りてくれなくて、それをずっと結構まあ1分もないぐらいしてたら、前歯が早く降りてってめっちゃ真顔で言われて、めっちゃ真顔で言われたの、早く降りてって。多分前はすぐ帰りたくて。なんかそのね、前も面白くて、ちゃんそのね、前の時も面白くて、ちょっとエレベーター乗る前にアメリカのね方の子供さんが、女の子がなんかアメリカ語でみたいな歌って、歌うんでね。でも多分前はちょっと急いでて、早くエレベーターに乗りたかったのね。でもその子がずっと歌ってて、英語でわわわみたいな、ノリノリで歌って可愛かったんだけど、歌ってて、でもそのボタンを押せなくて、エレベーターので、前歯がちょっとなんかちょっと切れてて、こうめっちゃ真顔になってて、でなんかめっちゃ真顔になってて、でなんかその子歌ってたけど、前歯が無理やり ボタンめっちゃこう真顔でプチッと押してみたいな、めっちゃ真顔でシュールだった。でその歌ってた、可愛く歌ってた女の子がめっちゃ真顔になって、なんかずっと前方見てた。これはエレベーター乗る前の話ね。エレベーター乗る前の話なんだけど、うん、あゆー、そう。でエレベーター乗って、あゆみの会になって、アリちゃん、もうここで降りてみたいな、ここで降りてよみたいな、あゆみの部屋来てってお願いみたいな言ってたの、やだよって言って、そしたら眉が曲がで、早く降りてって。いやでもね、その後眉は普通に笑顔に戻ってて、そう、多分急いでたんだと思う。やらないといけないことが多分あったんだろうね。で前のはね、突っ込んでくれて、いつもあのあゆみとかりちゃんの会話がおかしかったら突っ込みを入れてくれてね、ちょっと会話が引き締まるんだからね、いつも。本当に前のが本当に面白くて、本当にあゆみのツボだった今日。いつも面白いんだけど今日。でも前のからしたら本当に急いでてイライラしてたんだと思うんだけど、本当にすごい、そう、ツッコミ役。本当に面白い。何ダメだ、本当に。本当に面白くて、もうやばい。ああ、面白い。本当に面白い。早く降りてがめっちゃ面白い。本当に前は笑いのセンスある。本当にセンスある。
ひまるです。マジで面白かった。本当に。いや、多分、あゆみが言ったから、あんまり面白さ伝わってないと思うけど、実際その場にいたらマジで面白かった。だって、うちと、あゆみとありちゃんはさ、ね、早く、みたいな、あゆみの部屋来てよ、みたいな、そういう感じじゃん。なんかこう、ダラダラしてね、みたいな、普通に笑いながら言うみたいな。前はめっちゃさ、本当に真顔だったの。真顔の真顔、真顔の極みだったから。ごめん、何回もずっとこの話してごめん、本当に面白くて。はい、これで。本当に面白い。やばい、あ、笑っちゃダメだ。今日めっちゃ笑っちゃう。なんか今日ずっと笑ってて、ね。ありちゃんにめっちゃベタベタしてて、今日、ね、移動してるときに ずっとベタベタしてたら、キモいって言われちゃって キモいって言われちゃった なんかさ、ありちゃんの肩にこうやって手こうやって置いて「ありちゃん」みたいな、ずっとベタベタしたら「ねえキモい」って言われちゃって 面白そう。あゆみ、年下も年上の女の子もどっちも好き どっちも好き ってかさ、昨日、公式、シチューのツイッターに、あははは、上がってたんだけど、なんかあゆみが笑ってる、珍しく笑ってる写真が上がってて、なんかそれ見た人おるかな。星にしかな 年下も年上もいけるよ。見た？ そう、それで、私も笑った？見て。それね、りょうさんだ。何？ なんかね、めっちゃ面白くて。なんで面白かったかっていうとね、50分だったら、55分だったら、ランジウムね。かすみ、ありがとう、ありがとこう。めっちゃね、なんか、マネージャーさんの写真の撮り方が面白くて。あれは、なんだっけ、ドリンク渡しの後に撮った。ドリンク渡し終わった後に、はい、写真撮るよってなった写真なんだけど。なんか、だんだん、こう、普通さ、カシャカシャってこんな感じで撮るじゃん。はい、チーズ、カシャみたいな、スマホ持ってて。ね、でも、なんか 下からなんか、はい、カシャ、カシャ、カシャ。カシャみたいな撮ってって、カシャ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 みたいな。なんかそれがツボっちゃって、めっちゃ笑っちゃって、おきちゃんに、なんか面白すぎて、あいみそれがツボで、ずっと笑ってて、おきちゃんを叩いちゃって笑いながら、え、あれおかしいみたいな、こんな撮り方あるみたいな、ずっと言ってたのを撮られてた。それが、写真、公式のツイッターに書いてた しかもなんかファンの方がドリンク渡し終わったのに、なんかその写真を撮られてるのを見てくれてて、見てて、なんか恥ずかしいじゃん。しかもさ、撮り方がこう独特だから、なんか めっちゃ面白い しかもファンの方は真顔で見てるからさ、ててててて 今日なんか口元が緩いね。出すとか言うしね。出すね。出す。ですを出すって言ったり。こんばんは。見てくれててて。なんかさ、ドリンク渡しの時めっちゃ厳しい人がおってね。そう、真顔がツボ。まあ、ツボ。なんかちゃんと吹いたのに、吹いて、はいってどうぞって渡したのに、みたいな顔されて、え、あいみ、渡すドリンク間違えたかなと思ったら、吹きが甘いみたいな言われて
厳しい方がいました。でもちゃんとね、あゆみのところに来てドリンクをもらってくれたので優しい。嬉しかった。 厳しかったね。ヘラヘラ 楽しかった。でもドリンク渡ししたい。ひょえ、なんやねん。吹きが甘い。そう、吹きが甘かった。ド S、ド S だね。 明日の握手会は楽しみね。一部からなので。そいつムカつかない。ムカつかない、ムカつかない。いい方でした。まさひろありがとう。あっちありがとう。もちろんいけません。明日来るよっていう人。明日一部からだから早起きしないと。今日はなるべく早く寝れたら寝ようと思う。サスケ、まさひろありがとう。言い方が、いや、でもその人は、その方はね、いい人ですよ。明日行く、やったー。やったねー。はやね。平和主義、平和が一番ね、本当に。平和が一番。まさひろありがとう。まあ、明日も朝から早いんですけど、みんな一緒に。早起き、一緒にしようね。え、今、55分なった？わ、通報しそうになった。画面アップできないんだけど、バグってて。54分、じゃあ、段順見ます。13位、カズちゃん。12位、スヌイタちゃん。11位、デイビッドちゃん。10位、サスケちゃん。9位、ムルちゃん。8位、ボボちゃん。7位、テルちゃん。6位、柏木まさきちゃん。5位、たけちゃん。4位、デミタルマンちゃん。3位、これは何だろう。英語が、ポク。え、なんだこれ？なんて読む？英語読めん。なんて読む？パチパチパチ、ありがとう、お疲れ様。今日は横顔ね。ポクちゃんさん、ポクちゃんちゃん。2、メツちゃん。1、一星ちゃん。ありがとう、今日はありがとう。あっ、バグった。なんか自分のアバターがアップになってる。え、バグってる。あ、見えない。自分の顔見えない。大丈夫。変な顔してない。なんか今日ちょっとあれだね。普通、ちょっと調子悪いね、ショールーム。あら、バグっちゃった。自分の顔が見えないから、見えないんだけど。変な顔してない？ 変な顔してない？大丈夫？じゃあいいや。なんか自分のさ、なんか変な髪型だね、このあゆみのアバター。餃子ポーチありがとう。じゃあ今日はありがとうございました。親ぽみ。あー、メール全然今日遅れてなくてごめんなさい。なんか自分の変なアバターのアップです、今画面が。 なんか変なね。そろそろアバターも変えね。大丈夫、大丈夫で、バイバーイ。親ぽみうーんない。 まさひろありがとう。みきちゃんありがとう。親ぽみまだ早い？大丈夫、時間ゆっくり休んでね。そう、明日握手会に、押しもし使えないよね。本当、接触指最高。使える？何部使える？親ゆ？1245部なので、最初の12部は使えるらしい。12部は使えるよ。来てね、今日。ちょっとでも行こうかなって思った方は待ってます。
あと2分。ぜひね。明日って平成最後の握手？嘘。今度行こうかな。今度？今度じゃダメだよ。すぐ来ないと。明日行きたいな。違う？ 30？ あ、平成30が最後か。じゃあ来てください。最後にフォローよろしくお願いします。今日は楽しかった。今日面白かったことを伝えれてよかった。 やばい、自分の顔映ってないから不安なんだけど。じゃあ、グーナイ。 まだ大丈夫かな。マロありがとう。会いたいよ、あゆみも。バイビー。あ、タイマーちゃんとしとかないとね、忘れないように。この後ちゃんとお風呂入ろう。長風呂しよっかな。楽しかった、今日は、本当に。グッドナイ。そう、目覚ましちゃんとかけます。バイバーイ。いい夢見てね。またお願いします。グーね。おー、顔もちかわいい。令和になったら行く。え？車内。では、水筒よ。